かぐれ精霊の診察記録、星2。魔法スキルガチャが存在する異世界でガチャ運に恵まれず外れ魔法だと思われる植物魔法を手に入れるが、実は有料魔法だというこれぞナロー系といった作品。異世界転生ものではない。主人公は医療のスペシャリストとしてなんやかんやあって人族のメスしかいない辺境の最前線に医師として赴任し、そこにいる美人の人族のメスの課題を解決するシナリオ。国を巻き込んだ政治めいた陰謀や展開が描かれますが、季節で読みにくく政治や陰謀を展開できるほどのシナリオ力を原作者が有していないのでほとんどフレーバー要素というか、無駄にテキストヘビになるだけの邪魔な要素でしかありません。この漫画は漫画担当者の人族のメスに対する敵が非常によく描かれており、ほぼ漫画担当の人族のメスの秀逸なビキニアーマーの生めかしい戦闘シーンをたしなむ漫画。この漫画担当のおかげでこの漫画の星が一つ上がるくらいとてもメスを描く能力と画力に長けております。ビーデールな女性作家が描く人族のメスの絵柄並みに、人族のオスに興味がないんすねーといった潔さを感じる画力で主人公ですら絵柄が適当なところがビモールとべね。総じてセクシー装備をした人族のメスのセクシーアクションをたしなみたい人族向けの非常に実用的な作品。幼女戦記も文章が稚拙で小説だと非常に読みにくい作品なので。ただ、それ以外の IF 歴史ものとしてのエンタメ力と、時代背景の理解が深いからアニメや漫画に翻訳することで一気に消化された作品なので、だから文章が稚拙であるということは必ずしも欠点足りえないので。リアル鬼ごっこも、忍者スレイヤーも文章が稚拙だから成功したとも言えますし。